津軽新城駅は、青森県青森市大浅新城浅山田にある、東日本旅客鉄道大雨本線の駅。東北新幹線の新青森駅乗り入れに備えた2007年の、死者管轄エリア見直しにより、秋田支社の管轄区間はこの駅までとなった。青森市西部のベッドタウンである新城に所在する。そのため、利用客の大半が通学、通勤に利用している。 近隣に青森西高校があるため通学に利用する客も多い。駅舎は築100年以上を誇る。もともとは新城駅であったが、他にも新城という名称が付く駅があったため駅名称を津軽新城とした。国鉄時代は駅構内にキオスクがあった。2010年12月4日の東北新幹線延伸に伴い、特急白鳥 スーパーハクチョウは、函館と新青森を結ぶ形となったが、一面二線の新青森では、折り返しの待機ができないため、二面三線ある、当駅まで改装されて、折り返すことになった。2016年3月26日の、北海道新幹線開業により、ハクチョウ、スーパーハクチョウは廃止されたが、これらは新青森、青森駅間のシャトル輸送も兼ねていたため、 ほぼ同じダイヤで青森までの普通列車として設定され、同時に当駅でも客の乗り降りを開始した。このため、当駅と青森の間は、広崎方面と比べて列車本数が多くなっている。2020年3月14日のダイヤ改正により緑の窓口が営業終了し、終日無人駅となった。改札口付近ホーム短式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、湖泉橋で連絡している。広崎駅管理の無人駅。駅舎内には、乗車駅証明書発行機、待合室がある。駅舎は、線路北側で、青森県道234号津がある。新城停車場、油川線に面している。踏切を挟み南側にバス通りである。 青森県道247号鶴毛坂線、ガリス線がある。JR 東日本によると、2000年度から2018年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。駅に近接した県道沿いに、新城駅前停留所がある。ありがとうございます。